どうも、新宿アボイ金城です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、いやあとちょっとさ、ポカポカの話をしがみますけどしがむね。だって私も、もう今、そうだ、合間であれしたけど、よく考えたら、10年前だわ、2013年だ、皆さんのおかげでした。あれ、多分ザ・漫才の次の年だったから、あの認定漫才師になった、ほら、2012年のザ・漫才認定漫才師になった、あの次の。いや、2014年ですよ。14年あれ14年、一段落した時に出れた、なんかそれが。12年、12年があって、13年で、その、うん、認定漫才師の感じがあって、あれ、そんな感じじゃなかった、それが一段落して2014年に出れたんですよ。あ、そうだったっけ。だから9年前だ。そう、あの皆さんの応援者、木崎よりかんでね、あのもういいんだよ、その中英君とやり合った。過去から出てくる、過去から。まだ過去じゃないのね、過去じゃない。ポカポカはポカポカは過去じゃないでしょ。この間の話なんだよ。あ、なるほど。いや、それ全然我々の話じゃないんだけどさ、あーそのたまりの場でさ、わーわーやってってさ、まあ、篠宮さん出てたじゃん。うん、うん、篠宮さんね、元オジンオズボン。はい。でさ、ギャグロビックスやってるじゃん。うん、はい。ギャグロビックスやってってさ、うん、俺の後ろがさ、ちょうどさ、あのどんぐり怪奇どんぐり RPG の3人だったの。うん、うん、うん。その3人がさ、篠宮さんのギャグ全部さ、うん、言ってんのよ。ああ、そう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 、あのモニターがあるからね、モニター見ながらね。そうそうそう。あ、すごい、完コピーできるんだと思ったらさ、うん、もう憧れの人ですからね、ギャグ界にとってもって、篠宮さんは、うん、あ、そういう状況なんだね、うん、いやだと、それがちょっと俺びっくりしてさ、うん、そんな人のネタ完コピーする、すごいよ ね、うん、でもその、で若手はだからそういう今、うん、そういうね、うん、なんかみんなでっていう感じもあるんだろうね、うん、その絶対さ、人のネタなんか完コピーとかしてないタイプじゃん、まあね、世代的に、うん、いやだから、でもどうなんだろう。いや、うちはもう組んだ時に、うん、ブラックマヨネーズさんと練習としてね、練習としてね、中垣さんのネタ全部台本を起こしてね、漫才の感覚をつかむためにはやったけど、そうそう、どっちが合ってるかなっていうのを確かめる、ね、それはやりましたけどね。でもああいう感じではやれないよね。やってないでしょ、うん、いや、だから大尊敬の感じなんだ。そうなんだね。まあほら、リズム的なギャグが多いじゃん、なんか。だ、まあちょっとやっぱり似てる部分もあるっちゃあるよね、すごいよね、あの3人とはね。そういうなんか神様的な感じで篠宮さんのこと見てんだ。あ、そうですよ、だって世代10年以上上の先輩だからね、全然違うだろうね、世代としてはね。それこそさ、あのどんぐりたけしってさ、うんうん、5556ライブっていうライブにさ、ずっと一緒にやっててさ、そう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 、もう5556ライブはもう消滅してさ、うん、砕け散ったけど、うん、あれが砕け散ってからどんぐりたけし調子良くなった感じ、うん、あ、そうね、うん、いや昨日もさ、それ以来にあったんだけど一緒でさ、だから2日連続会ってんのさ、いやー、5556ライブのね、手伝いからしたらもう挨拶やって、手伝いやってだいぶごぼう抜きで抜いてったね、みたいな話をしたけど、そうそうそう、すごいよね、手伝いしてたんだからね、最初普通にね、ほんと若手というか、本当の1年目、2年目ぐらいのお手伝いみたいな感じだったでしょ、あの時ね。そうそうそう、私に憧れてる感は全くないもんね。ないね、どんぐりたけし種類は違うんだろうね。まあそうそう、だから篠宮君と一回漫才やったことあるんだけど、オジンオズボンのライブかなんかで、あの台本は篠宮君のやつだったんだけど、やっぱりなんか似てるようなこと言うんだけど、この言い回しとかがね、なんか自分の感覚になくて、うん、どういう言い方したらいいんだろうとかさ、うん、それはなんかで実際やってもなんかちょっとやっぱり違ったよね、リズム。俺もちょっとリズムは結構意識するんだけど、あのなんか本当のザ・リズムが入ってくるじゃん。古いんじゃない、金京の。俺のリズムが古いのか。そのザ・リズムっていうリズムはやんないんだよ。お客さんが、あ、なんかリズムのネタやってるっていうリズムはないんだけど、なんかその喋るリズムっていうか。篠宮さんなんかポップス感はある。そうそうそう、あ、そうね。金京はなんか演歌感があるんだよね。歌謡曲とか。歌謡曲とか。ああ、なるほどね。だからそこのリズムが全く違うんだもんね。金清のギャグは拳入れる感じがあるんだよ。ああ、確かにそれはそうだ。うん、それはそうだ。そうね、拳入ってないもん。拳、うん、拳入るからさ、誰も真似できないんじゃない。まあ確かに、ね、独特すぎて。ああ、確かに。ビブラート効かす。ビブラート効かして。本人しかできないじゃんっていうやつね。そうなんだよね、真似ができないっていうね。うん、篠宮さんのはだから嘘だから、みんな真似しやすいとかそういうのね、キャッチーなんだよ、リズムがキャッチーなんだよね。
そうなんだよな、どんぐり、ね、怪奇どんぐり RPG のギャグもやっぱね、うん、ポップなやつも多いじゃない、うん、いや確かに ね、まあ確かにそういうあれではそうだよね、昨日もライブでどんぐりたけしがギャグやったりしたけど、確かにポップだと思う、うん、なんか なんつうんだろうな、動きもポップなんだな多分、動きとか、うん、だからあのなんか篠宮くんが、ね、ああ熱波師になりますとかっつって、ここだけの話ですけど、熱波師になります、ほら高松、相方が、そういう風になる、そうそう、熱波師になるみたいな、なんか言ったから、うまいって、そしたらどんぐりたけしが出てって、プープー、私はヘッパシになりますって言うんだけど、言いそうじゃん俺も、はいはい、なんかヘッパシって、なんだっけ、その、なんともおならをするジェスチャー、動きがプープーとかが、なんかやっぱりちょっとなポップだったもんね、なんか違ったもん、カネキオのプープーはなんかひねり出そうとするプープーなんじゃない、うん、あわよくばクソも出ちゃうへをこき出すみたいな、そうそう、いや、そうそう、プープー自体がポップだったわ、なんかね、プープーへっぱちですみたいなことは言ったんだけど、俺も似たようなこと言うんだけど、多分俺のプーとどんぐりたけしのプーは違うんだよね多分ね、そうやろ、そうやろ、カネキオ、カネキオの場合あ、へっぱちです言い方とかさ、へっぱちですとかって言いそうだもんね、やっぱりなんかへっぱしですとかなんかね、こう なんともポンっていう感じなんだよね、この言い方の違いでになんか同じようなことは言いそうな、俺これ言いそうだなっていう感覚あったんだけど、言い方は多分違うんだろうなとはその瞬間思ったね、見てて、受け入れやすいんだろうね大衆に、あ、そうそうそう、まあ、金清の方は本当マニアが好きみたいな、ね、あ、なるほどね、ことなんじゃない、好きな人は好きだけど、草屋芸人、草屋芸人、前も言われたな、草屋芸人、うん、あと昨日あ、さっきも伊沢さんに言われたけどさ、小賢しいって言ってたじゃん、俺のボケかな、南川君に昨日、金木さんのボケは小賢しいんですよって言われて、もう いいことかな、いいこととして捉えていいの、いやどうだろうね、そのどうなの、小賢しいって言われて、いいように捉えたなというふうには俺はあんま思わない、俺だったら、ああそう、やっぱりそうか、小賢しいんですよ、皆さんで縁になってくださいっていうくだりがあったの、あの、はいはい、の、脳説だからね、昨日脳説に行くわけで、縁になるんですね、じゃあ、え、漢字の縁ですかとかっつって、漢字の縁はね、はいはい、あ、だから100円に、100円にやめるね、で、やってたら、小賢しいんですよ、金木さんの話これはいいことなのかなと思って、で今日も夜だからさ、小賢しいは言った、俺小賢しいみたいなこと言ってなかった、あ、さっき1本目か2本目か1本2本前ぐらい言われたよな、小賢しい言われた瞬間に、あ、俺昨日も言われたなと思って、2日連チャンで言われたな、小賢しいのかと思って、じゃあ反省してくれよ、反省、やっぱり反省する、反省なの、いや、一瞬、いや、これ一瞬、ちょっと小賢しいの意味調べてよ、小賢しいってさっき言ってなかった、なんかそんなの言ってたの、小賢しいって、小賢しいはでもいい意味ではないと思うけど、利口ぶって生意気だ、ずるくて抜け目がない、あ、ずるいっていう意味合いで言ったんかな、そしたらだからみんなで何かやろうとしてるのに、うん、抜け出してやったからじゃない、うん、あ、今はちゃんと説明でみんなでなってくださいっていうところで急に出し抜いて何かやりだしたから、あ、そういうことなんじゃない、分からんけど、ああでもだいぶ昔のあの時に、だいぶ昔だけど、ノーセンスの時かな、ジョニオさんに、いや金木をいや俺ほんといいとこなんだろうけど、なんだけどもうちょっと協調性出した方がいいよね、うん、とはちょっと言われた、なんか いいんだよ、お前の空気でバッていくのはいいんだけど、うん、もうちょっと協調性出した方がいいんじゃない、うん、みたいなのは言われたね、うんうん、それちょっと似てる、ちょっと違う、そういうことだと思うよ、だから協調性ないの、協調性もないし、多分うん、
いやいや言ってよ言葉選んでんじゃん、なんか言ってよ、なんなん言葉選んでんじゃん、なんとか傷つけないように。いやいやいやいいよいいよ、どうぞ言ってください、別に。じゃあ、いや、俺本当にいいとこだと思うんだけど、いいとこ、おい、金京は結構自分中心だと思う、俺。ああ、はい、うん、それをもうちょっと、協調性よく、みんな、その流れ、ね、まあ、言ったら流れに沿ってやってくれってことだと思う、うんうん、なるほどね。だからまあお気持ちは分かるんですよ。そう、うん、そういうことだと思うよ、多分みんな。で、説明するとこはちゃんと説明聞いてくれよと、うん、で、あとそんな小手先のなんか感じの演奏とかじゃなくて、うん、やるなら大きくやってくれとかさ。分かった、これだ、小手先だ。あ、一番なんかしっくりした。あ、でだって、あの、説明しててもわわわ出んのはみんなやるわけだから、それは分かっ、それはだってそういうライブだから、そこの意味合いじゃないと思う。うん、今小手先ってワードパーンって入ってきた。小手先、金木さん、小手先の笑いばっかりやらないでくださいよっていうのを、南川君の言いましたよ、小賢しい笑い、多分そういう意味だね。だだだ、よくあるよ、その小手先の笑い、本当にいや、それ本当に面白いと思って言ってんのみたいな、なんか言えばいいんでしょうかみたいなさ、時もあるじゃん。いや、本人はそれは面白いと思って言ってると思う。なんでさっきそんな口ごもったのに、なんでさらに付け出すのよ。もう俺別に、あ、もういい、もうこれ、わ、もう終わってたから、なんかさらに言ってきたから、いや、もういらないんだけど俺って思って、あ、なるほど ね。あのさ、ちょっと前にライブ、ホームランライブっていうの出てさ、はい、なんか企画のコーナーでみんなでなんか、うん、企画のコーナー、大喜利コーナーでーすみたいなところでさ、なんか金木がさ、一人でノンセンスみたいなのを始めてたのよ。いっぱい、何やってた？いっぱい前に出てボケまくってんだけど、ああ、そう、みんながちょっと引いちゃってて、そんなことないよ、変者が、そんなことないでしょあれ。いや、俺モニター見てたのよ、全然みんなね、周りが乗ってなかった、今そういうとこじゃないんですみたいな。で、ガンガン金木しかボケてなくて、うん、で、金木は多分その空気察したのか、うん、急に引き下がって、急になんか顔をあからめて照れたような顔でこうスタンバイし始めたのよ。ああ、最初の冒頭ね、冒頭は思った。なんかさ、ほらライブのさ、ネタがあって企画コーナーだったからさ、なんかもうちょっとわーって いや、うん、もうやった方がいいのかなとかじゃなくて、わーってやってたのよ。だから思いのほか周りがわーってじゃないから、あれ、なんか違うのかなと思って、とりあえずまあいいかと思っていたのよ。で、まあまあその企画が始まって、で、わーわーやって、そうそうそう、それはなんか、あ、なんつうの、そう、まあ、そういうことじゃないのかなと思っちゃったのよ。なんか良かれと思ってやってんのよ、こて。わかるよ。良かれと思ってっていうか、いや、まあまあまあ、それはだってスタンスだから、笑いを取ろうとしてね。自分のスタンスだからいいんだけど、うん、ちょっとボケがあんまり多分芯を食ってなかったと。ああ、なるほどね。それこそ小手先の感じ。いや、小手先だな、小手先。かなっていうふうにね。でも、仕切ってた沖純田中君はこの間一緒に帰ってる時、いや、良かったですよ。知ってたよ。そう言うしかないだろ。いやいや、二人で書いてたら。いやいや、別にこっちからは何も喋ってないもん、そのライブの。盛り上げてくれてね。一人で頑張って、一人頑張ってくれて、企画盛り上げようとしてくれたってこと。だからね、でもね、いや、分かるんですよ。言ってることは非常に分かります。だからそれによって、うまいこと行くときもあれば、行かないときもあるのは分かるんですよ。ただ、何もしないよりはっていう選択肢に最終的になってきたときには、やった方がいいんじゃないかっていうね。なんかそっちの方が、打率というか、まあバット振らない限り当たらないっていう話でね、野球の、まあまあその感覚がうわーってあった時期があったのよ、はい、もうそれこそ10年近く前とか、はい、でまあそれをちょっと、まあ場面場面でね、ちょっと変な感じになる場面もあったから、うん、逆に当たった時はすごいんだけどさ、それを調整、いや、いいと思いますよ。そうそう、しないとなっていうのはもうずっと思ってて、そう、何でもかんでも前に出りゃいいっていうさ、違うんだなっていう。いいんじゃないですか。いいと思いますよ。まあ、何もやらないよりはね。そう。っていうね。で、まあ、もうちょいやっぱり10年前はもっとその気持ち強かったからね。まあ、今は。まあ、だクオリティを上げてくれっていうことは、ね。クオリティに関しては難しいよ、そこは。だって。そんなこと言われてもそんな。絵になってください。絵になってください。じゃあ絵になる感じの絵になろうとする。しょうがないんだ。それお前。どういうふうにやったの、絵は。感じの絵。どうなんかこんな感じで一人でやろうとしたよ。感じの絵ですか。本当に感じの絵になってくれりゃいいんじゃない。
なんか、うん、なんかできない、なんか中途半端なところで終わったから、まあ、まあ1人しかできないからね、終わったからあれなんじゃない、うん、でもなんかそのあたりで言われたんだよな、なんかそういうことなんじゃない、うん、まあね、難しいんだよやっぱりそこは。でもそこはでもね、こうなんとかしてね、当たる時あるから、あ、まあそれを信じてね、打ちまくるしかないってことだね。そう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 、まあいいじゃん。まあ今ちょっとね、またほら、うちらもほら、お仕事の業務内容がだいぶ変わってきたからさ、あれだけどさ、だからちょっと久々な感覚もあったの、そう、ポカポカもそうなんだけどさ、万能先生はね、半年にペアやってるからさ、あれなんだけど、それでもあんまり普段ないから、で、純粋なお笑いライブで企画コーナーっていうのは結構久々だったから、その感覚で やったら違うなってなったんだ。でもそこを引き下がるっていうのは一個勉強したじゃん。昔だったらもう関係ない、周り電話かけて、よ、俺がやりゃいいんだ、俺がやるよ、そしたら、もう逆にやりやすいわ、ガーやってって。あともう世代も変わってるから、意外ともうガンガン前に出る人たちじゃない人もいるから。そう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 、いるからね。まあ、この辺のホームランライブはそんな世代あれだけどさ。まあまあ、だからそういうのもあるし、だから僕は僕の時も私は一番前に立っちゃったけど、いや、いいのかなと思ったの、後ろに下がろうかなと思ったけど、でもそんなことも考える必要もないかと、うん、まあまあ出れるんだったら、そうね、そう、その辺の判断がね難しいですね、うん、ま、漫才で15分があってやってる時は一番、だってそれ自由時間だからね、それはもう自由時間だから、我々のもう何やってもいい時間だから、別にね、そうそうそう、その小手先で笑いをやって受ける可能時もあるしね、あるし、まあ、あんまり小手先って言わなくてもいいけど何回も何回口ごもった人とは思えないぐらいいや許可出たから、許可、いや別に許可、いや言っていいよとは言ってない、それだとは それのこと言ってんだなと思ったけど、まあまあまあね、あれ、まあ、まあ結構喋ってしまった、ごめん、行きましょうか。はい、じゃあ、ありがとうございました。